Suzuki。 はい、前回は、ついに鎌倉武家政権の確立っていうところのお話をお聞きしました。はい、ですね、いきなりですけど、はい、源の頼朝が亡くなります。うん、びっくり、うん、ネタバレ53歳で亡くなります。1199年なんで、はい、まあ、1185年に鎌倉幕府というかその権力体制が樹立されたとすると、うん、14年後かに、うん、亡くなったと。そうね、だからいい国じゃないんですよね、うん、まずねそこ、うんうん、最近はねいい箱になって どっちでもいいと思う、もう正直いい箱でもいい国でも、はいはい、で亡くなったと、うん、はい、でこれね死因がですね、うん、なんかこう落馬したことによって亡くなったっていうのがその吾妻鏡っていう、まあ、メインの書物に書いてある内容なんですけど、はい、まあ、いろんな説ありますね。病死説もありますし、うん、あとはね暗殺説もあります。はっきりしてないんですね、うん、へ、病気で死んだって書いてある書物もあれば落馬で死んだって書いてある書物もあるってことですね。へ、で、これが53歳の時で、ですね、ここからですね、まあ、亡くなっちゃったので、うん、嫡子がいますよね、息子が、うん、この息子が源頼家と言います、はい、うん、でこの頼家が十五位の城という頼朝の上の方から官位をスタートさせて後を継いでいきます、はい、うん、この時、18歳、うんうん、まあ、御家人を率いて諸国の守護の、これはあの守護っていうのは役職じゃなくて治安維持にあたるように、この時土御門天皇という方なんですけど、うん、土御門天皇から宣旨が下され、はいはいはい、でこの、まあ、頼家がどんな人かというとですね、吾妻鏡っていう書物は北条家に都合のいいように書いてある書物なんですけど、うんうん、なのでこの後鎌倉幕府って北条家に乗っ取られていくんだよね。ネタバレやめてくださいよ。大河見てないでしょ。見てないですね。大丈夫じゃないですか。はい、この2代目とか3代目の将軍に対して辛口コメントなんですよね。だから、うんうん、北条家に都合のいいようにその乗っ取ったのを正当化しようとしてね。うん、例えば頼家が18歳で2代目将軍になった時になんかこういう確執とかこういう良くないところがあったよみたいなエピソードがあって、うん、足立森永の息子、足立森永はあの頼朝が流人生活してる時からずっと一緒にいる側近中の側近ですよね、うん、あの乳母である比企尼から送られてきた最古参の最古参の家臣、まあ、この人の息子に足立景盛っていう人がいるんですけど、この足立景盛の相手の女性を奪うみたいなことをしてると、うん、あら、まあ嫌われるよね、これダメよね、そういうことしたらね、はい、うん、あとはね、武士同士でこう土地の裁定みたいなね、どこからどこまでが自分の土地だみたいなことをこう争ったりするんですけど、うんうん、まあ、将軍の重要な仕事ってこれを決めるっていう、そうだよね、裁判をするっていう仕事があるんですよね、うんうん、この時に頼家がろくに話も聞かず、この図のね地図の真ん中に線をバーって引いて、うん、ここを境とせよと決めたと。おお、適当や、うん、適当に決めた、人の意見もきちんと聞かない愚かな将軍であると吾妻鏡では評価をされてます、うんうん、ただ一方では現在の学者からはまあそこまで暗君じゃなかったんじゃないかなっていう説もあります、うん、はい、あのまあ、さっきの深井君が言ったエピソードは彼がまあいかに愚かな君主であるかっていうのを象徴する事例としてよく引き合いに出されるんですけれども、うん、まあ、一方ではその当事者たちの言い分とかを踏まえたなんか理知的な判例とかもまあ残ってはいるんですよね、うんうん、で彼のこう頼家のこの訴訟の処理の基本的なスタンスとしては、まあ、頼朝時代の決定事項をそのまんまちゃんとおとなしく継承していくっていうことに特徴があるみたいですね。だから親父がやってきたことをちゃんと踏まえて自分の代でもちゃんとそれにのっとっていろいろ決めていこうっていうふうに、まあ、ある意味なんていうかな、おとなしく前例を踏んでいったっていうのが彼の特徴みたいです。なるほど、うん、で、まあ、まだその頼家がね、うん、若いですし、でほら配下にいる鎌倉武士団ってもう手だれじゃないですか、頼朝と一緒に苦難を乗り越えてきた、うん、この頼家の若さと、あとはこういうその吾妻鏡の説明によるとこういう暗君であるところみたいなところがあって、うん、家臣のその人たちがですね、頼家に全部任せるじゃなくて、うん、その合議的に相談をしながら最終的に頼家に判断をしてもらうみたいな、うん、そういう体制になんていうかな、自然と移っていきます、うんうん、だから13人の合議制っ
ですよね、それがね、うん、鎌倉殿の13人っていうのは13人で、あ、頼朝が亡くなった後に合議制を敷いたということをも指して13人と言って、あ、そういう意味だったんですね。そうなんです。ただこれに関してもいろんな先生がいろんな見解を、微妙に違う見解を出されてて、うん、まあ、例えば本郷先生いらっしゃいますよね、うんうん、この13人の合議制は頼家の権限を制限する組織であると明確に言い切ってるんですよね、うん、もう頼家がもうポンコツだから、もう彼から権力を一部を奪って家臣たちでこう合議して決めていくっていうことを、まあ、どっちかというと本郷先生はこの説を本の中では言われてました、うん、と一方では酒井浩一先生は、あの13人の合議制っていうのは別に確固たる制度として存在してたわけではないと、で、うん、13人が一堂に会してミーティングをした例っていうのもないということなんですよね、うん、まあ、あくまでこうそれぞれの家臣が自分の経験とか知識をお持ち寄りして決めていったりとか、うん、より家をサポートしていたりという一つの動きなんじゃないかなというのが酒井浩一先生ですね、うん、あともう一人その藤本頼人先生っていう見解もあるんですけれども、うん、この人はまあ13人の合議制っていうのは将軍の独裁を防止する機能はあるにはあると、うん、でもあくまで最終的な判断をするのは頼家であるという体裁を取ってるんじゃないかなという考察を出してますよね、うんうんうん、だから若い頼家の権力を補完する体制として整備されたというふうな見解を示されてますね、うんうん、まあなんとなくわかりますね、うん、ここはその、うん、ちょっとまだ頼りないし、うんうん、相談して決めるみたいな空気にナチュラルになっていったんでしょうね、まあね、うん、まあこれはなんか2代目社長で若社長みたいな感じだったらありそうな、うんうん、だからその若い社長が独断的に決めようとしたらそれを抑制する働きとしては確かに機能するだろうし、うん、いやいやそんなの若くてまだよく分かってないのに勝手に決めちゃダメだよみたいになるだろうから、うん、抑制的機関としての機能もまああるっちゃあるでしょうし、うん、まあ、言い方どこにフォーカスかかる問題よね、抑制するのかサポートするのかっていうね、そうそうそう、言い方のそうでサポートしてるつもりも当然あるでしょうから、うん、サポートしてるとも言えますし、うん、本当どっちとも言えるっていう感じの体制だと思いますね、うん、ただもう一つ補足すると、あの別の本に書いてあったのは、頼家がね自分の権力基盤を獲得するために、うん、既存の重鎮たちの勢力を削ろうという風に動いてるみたいなんですよね。だから何具体的に何をしたかというと、こう宿老とか重鎮たちの持ってる所領があるじゃないですか、うんうん、それをちょっと削って、うん、所領を持ってない御家人に和解与えるんですよね。それによって頼家は自分の話を聞いてくれる、こうなんだろう、側近集団を彼は作ろうとしたという、なるほど、あの説があるんですよね。でこれがやはりこうかつての重鎮たちから見ればなんやねんみたいな、なるほど、いう風に映ったではないかと。うん、だからこういったもしかして頼家の政策に対する反発の構造もあったのではないかということですね。なるほどね、なるほどね、はい、こういう形でですね、頼家の周りに13人が補佐する形で、うん、鎌倉殿の13人体制が取られていきます。13人の合議制が取られていきます。さっき言ったみたいに一堂に会して13人でみんなで会議してるみたいな感じではない、うん、っていう13人の合議制が成り立ちます。はい、でこの今まではあの頼朝の話とか義経の話しかしてなかったんで、はい、いよいよこの13人を紹介しようと思います。お、はいはい、この13人のメンバーを紹介しますね。お、うん、ね、大きく分けて2つの派閥があります、はい、1つは腕っぷし強い系、うん、もう1つはなんかあの眼鏡かけてそうな頭いい系みたいな、はいはい、分かりやすいすっげー分かりやすくこの2つが分かってるんですよ。はい、いきますよ。じゃあ一人ずつ紹介しますね。はい、まず、その腕っぷし強い系を9人、うん、はい、いきます。ババン。北条時政。はい、あ、来ないな。すいません。一人ずついちいちそれが入るんです。グラップラバキのね、あの、あ、入場シーン。すいません、あったんで忘れてください。はい、北条。坂東彌十郎さんが演じてる北条時政ですね。はい、うん、頼朝の義父にあたります。これは北条政子のお父さんですよね、うん、はい、北条政子のお父さんで、まあ、頼朝が流人だった頃からの、まあ、保護をした人ですよね、うん、でこの北条時政の息子に北条義時がいます、うん、これが大河ドラマの小栗旬さんがやってる主人公ですよね。そうだね、はい、この北条義時とともに、まあ、御家人の中でもすごくメインのメンバーとしてね、こう参加していくわけですけれども、うん、頼朝の家族だからね。そう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 、頼朝の家族ですよね。もともとは、まあ、これ諸説あるんだけど、うん、平氏家ですね、うんうん、あ、平氏家なんですか。うん、てか ほとんどね、ちなみにその坂東武者って平氏家ばっかりなんだけど、ほとんど。へ、
なのなんだけど、北条氏は平氏系って言われてるけどちょっとよく分かんないみたいな説もある感じですね。時政と義時は非常に歴史上で活躍するんですけど、うん、この一族が特段何かすげえことをしたみたいな人たちなわけではないですけれども、うんうんうん、特徴としてはですね、時政が残した直筆の手紙を見ると武士にしては字が綺麗で内容がしっかりしていると書いてあの、いう話があるんですね、うんうん、これはね非常に重要だと思う。あの朝廷と仲良くなれる素質を持っているかどうかみたいなのが結構ここら辺で分かったりだとか、そうだね、頼朝の貴族的な性質みたいなところを理解できるかとか、坂東武者ってめちゃくちゃ粗暴なんで、うん、京都で過ごした頼朝的感覚みたいなのを持ってるみたいな人が実はこの北条家しかいないんですよ、うん、あのさっき言った腕っぷしが強い系の人たちの中で、はい、北条時政と北条義時のみが、まあ本当は梶原の掛け時とかも結構できるんですけど、うん、この事務作業とかもできるみたいな、うん、なのでここすごい重要な要素だと。そうだね、なるほど。だからあの本によっては以前の回でも言ったんですけれども、頼朝が北条家に逃げ込んでくるじゃないですか、うんうん、で政子とまあできて結婚してするじゃないですか、うん、はいはい、むしろ北条氏が頼朝に選ばれた可能性があるんじゃないかなっていう風な説もあるんですよね。っていうのもやっぱり頼朝は自分 の, そのサバイバル戦略としてなんか無理やりこう既成事実を作って血縁のネットワークを広げてこうちゃんと自分の地盤を獲得したいっていう風なモチベーションがあったかと思うんですけれども、それを頼朝がいろいろ選択する中で、あ、北条氏はもしかして話の分かるやつかもしれないっていう風に選ばれたのではないかということもありますね。あとこの腕っぷし強い系と、うん、そのなんていうか眼鏡かけてその頭いい系みたいな2つに分かれた時に、うん、この間をつなげるどちらともにアクセスできる人材みたいなのもこの北条氏なんですよね。そうか、これは非常に重要な要素なんですよ。はいはいはい。なので、結構その大河ドラマのキャラとちょっと違うんですけど、うん、北条時政っていうのはこの腕っぷしが強い人たちの中でも戦略的で戦術的に動くタイプ、うん、結構狡猾で野心家のタイプです、うんうん、っていうのがこの北条時政ですね、はいはい、で重要なのは政子のお父さんであるということになります、うんうん、まあ、頼朝挙兵の時はなんか地方の役人ぐらいのあれしかなかったみたいな、それでもすごいんですけど当時の社会の中では、うんうん、在庁官人って言うんですけどね、うんうん、っていうその伊豆の国の中での名士みたいな、そうだね、地域の名士みたいな感じでいたんじゃないかと言われています、うん、はい、次がですね、うん、北条義時ですよね、うん、で父親が北条時政、はいはい、小栗旬さんがやってるやつですね、うん、この方なんか次男なんですけど、うん、長男があの頼朝挙兵の直後にあの亡くなっちゃうので、あの頼朝がほら死にかけた時あったじゃないですか、うんうんうん、梶原の景時に見逃された戦い、 あそこで戦死しちゃうんで、うん、でお父さんがね時政が四郎っていう名前を持ってるんですよ、はい、時政以外の名前で、はい、北条四郎時政って言うんですよ、はいはいはい、なんでその四郎の子供だから小四郎って言われてます、うん、北条小四郎義時みたいな感じなんですけど、うんうん、さらにこの人が絵馬という土地をもらうので絵馬小四郎と呼ばれていたそうです。うん、うん、全然違う人やね、全然違うしそしたらば、うん、名前も名字も変わったじゃんみたいになるけど、絵馬、ね、小四郎、はい、でこの人はこの後ですね、後鳥羽天皇っていたじゃん、あの、はい、ほら後白河天皇が、はい、安徳天皇が帰ってこんから、うん、三種の神器なしで即位させた人いました、ね、はいはい、最後このシリーズの中でラスボスが後鳥羽上皇なんですね。後鳥羽天皇が上皇になった時、あれラスボスになります。へ、はい、ラスボスと戦うのがこの北条義時になります。お、はい、それだけ覚えておいてもらえれば、なるほど、はい、いいかなっていう感じですね、はい、どんどんいきますね、はい、うん、次が梶原の景時、中村獅童さんがやってらっしゃいますね、はい、はい、後世の軍記者では義経と敵対したことで悪く言われがちな印象がある人なんですけれども、うん、実際はね非常になんていうか活躍してるなっていうふうに思います、うん、はい、ですね、この人は平将門と同時代に活躍した平義文という人がいるんですけど、うん、将門の叔父ですね、うん、この人の子孫だからやっぱり兵士ですね、うんうんうん、鎌倉党と呼ばれる相模の国の武士であったと、うん、はい、で何度も出てきましたが、うん、石橋山の合戦では平家方で参戦していた、もともと頼朝の敵として参戦していたんだけれども、頼朝の姿を見つけたにもかかわらず、まあ、見逃して
で後に頼朝の傘下に入っていったと、はいはい、命の恩人でございます。そうですね、はいはい、理由はよくわからないですね、うん、なぜ入ったのかっていうのはよくわからないだけ、まあ、入ったと、はい、で頼朝の元でですね侍どころのナンバー2みたいな、侍どころっていうのは軍事機関ですね、うん、侍たちを統括する機関ですね、うん、だからすごい偉い人です、うんうん、ナンバー2を務め御家人統制の要として重用されていきます。お、侍どころのナンバーワンがですね和田義盛っていう人なんですけど、うん、和田義盛をすごくちゃんと補佐する、ないしはこの人がむしろ実質上のナンバーワンみたいな感じで動くみたいな感じですね、うんうん、なるほど、ね、うん、中村指導なら納得そうだね、いい配役ですよね、うん、はい、はい、まあ、初め頼朝を熱く支援しながらやがて頼朝に警戒されて殺されてしまう上総介広常っていう人が途中でいましたよね、うん、あの大軍を率いて傘下に入って一緒に頑張って戦ってたのに関東独立みたいな思想を打ち出したことによって朝廷とうまくやっていった方がいいっていう頼朝と意見対立して殺されてしまうっていう人なんですけど、この人を殺したのがこの梶原景時です。はい、スゴロクの最中にいきなり殺したと言われています。へ、はい、まあ、まさに頼朝の懐刀みたいな人で、かつ実務能力も高く評価されていたと、はいはい、鎌倉軍が木曽義仲を破って初めて入居を果たした時がありましたね、うん、義経たちが行った時、うん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 、あの時義経たちの報告がちょっとよく分かんないような報告が来てたと、はい、で景時は詳細な戦果を記して頼朝に報告した。うん、あ、なんかこの人優秀みたいになったみたいな、仕事できる、うん、ちゃんとしてるってなった、うん、で平家の追討戦の時もね、土井実平と共にその戦線に送られてたよね、最前線で戦ってねっていうことで送られてましたよね、うん、はい、なのであの非常に評価されてると思います頼朝からですね、はいはいはい、うん、はい、次いきます。三浦義澄、はい、佐藤 B 作さんがやってるやつです。でその息子が三浦義村といって、うん、これが山本浩二さんがやってるんですけども、タイが見てる人は今ので結構わかりやすいと思うんですけど、見てない人なんのこっちゃって感じでしょうけど、はいはいはい、ちょっとまあ飛ばして聞いてください、もしくは見てみてください、はいはい、三浦半島を本拠地としている三浦氏、まあ、そこから取ったってことでしょうね、もともと相模の在庁官人で、だから北条氏とかと同じような感じですよね。三浦軍を本拠とした武士であったと。この人も、兵士の出身です、うん、はい、しかし近年ではその系譜は不明とされているっていうね、うん、そうかって感じですね、はい、で頼朝が挙兵した時に三浦義澄も参加しますが、石橋山の戦いでほら合流しようとしたけどできなかった人たちですね、この人、はいはいはい、であの時にですね、実は三浦義澄のお父さんがいたんですね、まだ、うん、存命だった、うん、このお父さんがですね、実は義明って言うんですけど、うん、敵方に殺されてしまってるんですよ、うん、まあ、殺されるというか自害に追い込まれてしまったんですね、はいはい、でこの自害に追い込んだ軍が畠山さんがそれをやったんですけど、うん、この畠山氏はですね、その直後に実は頼朝軍に参加します。何が言いたいかというと、うん、三浦義澄はお父さんを殺された恨みをずっと持ってます多分、あ、畠山に対して。なるほど。後でちょっと事件が起こるんで、これによって、はいはいはい、あの思いっきりドラマがこれが放送される頃どれぐらい進んでるか分かりませんが、うん、凄まじくネタバレしていくんで、この後。なるほど。聞きたくない人は飛ばしてもらった方がいいかもしれないけど、うん、まあ、歴史だからいいかなと思って僕は喋ってます、はい、そらそう、ネタバレっつってもっていう感じはあるので、そらそう、はい、でもなんかそういうのが嫌いな人は飛ばしていっていただきたいんですけれども、うん、ですね、まあ、この頼朝の死去の翌年にこの三浦義澄さんも亡くなってしまいます、うん、で息子の三浦義村はですね、うん、その北条義時とものすごく仲が良くて、うん、最後の最後までめっちゃ仲いいっていう感じで、うん、住んでいく、まあ、なんか友情系の。なるほど。北条家と三浦家はすごい友情で結ばれているというところもありますね、うん、はいはいはい、あと和田義盛、うん、横田栄司さんが演じてると。これはねドラマ見てたら全然わかんないんだけど、うん、三浦家の一族の人です、うん、実は、うんうん、はい、の出身の人です、うん、なので、三浦義澄、さっきの人ですよね、うん、の甥です、うんうん、はい、でこの人も頼朝の挙兵とともに参加した、もう最古参メンバー、足立森永の次に古い人たちですよね、はいはいはい、で頼朝がほら石橋山の戦いで負けて海に渡って逃げていったって話をしたじゃないですか、うんうん、あの時にそばにいて信頼を得ていく、うん、
で侍別当、まあ、侍どころ長官になっていきます、うん、はい、信頼されてますよね、はいはいはい、最後ら辺は最長老として隠然たる力を誇るようになっていくと、うん、まあ、そこら辺がどうなっていくかっていうのはまた後であのストーリーで喋っていきますね、はいはい、次千葉常胤、うん、岡本信人さんが演じてらっしゃるのがこの千葉常胤ですね、うんうん、ドラマで見るよりも圧倒的実力を持ってる武士です、この人、うん、この人が参加するときにすでに話しましたが、頼朝があなたを父と思いますみたいなことを言ってるんですが、うん、やっぱりそれぐらい彼はね力を持っているし、うん、まあ、彼らが上総介広常と同様なんですけど、この千葉常胤と上総介広常とかがもし仲間にならなければ、うん、挙兵直後に頼朝は死んでしまってます、はいはいはい、それぐらい重要な時期に参加し頼朝を支えたメンバーの一人、うん、はい、この千葉常胤なんですけれども、上総介広常と千葉常胤っていうのはこの房総半島の二大巨頭みたいな人たち、うん、なんだけど、うん、上総介広常がほら暴殺される、暗殺されちゃうじゃん、うん、その領地っていうのが、まあ、みんなに配られたんだけど、うん、主にはこの人に渡されたんです、千葉常胤に。なのでめちゃくちゃ強くなっていきます、うん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 、だからこそ壇ノ浦の戦いの時は源範頼ね、うん、義経のお兄さんで頼朝の弟の人ですよね、うんうんうん、この人の主力軍率いてたって言ってた人、そうですね、はいはい、この人についていって戦っていくと、つまり主力軍の主力であるということです、この千葉常胤が、はい、はいはい、という感じで非常に重要なポジションを占めてるんですけれども、宴会の際には舞踏を披露するなど芸道に通じるところもあったと言われていると。うん、いいですね。ほうって感じですよね。なるほど。はい、次いきますね。比企能員、はい、これ重要人物です。うん、比企というのは、うん、比企の尼が頼朝を乳母として貢献して応援してましたよね。うんうん、だからすごく恩があるわけです。うんうん、頼朝はこの比企氏に。はい、うん、はい、この比企氏に恩のある頼朝はこの比企氏を引き立てていきます、はいはいはい、はい、うん、でこの比企氏もその乳母との縁を通じて頼朝の挙兵に参加してました、うん、はい、でこの比企氏は北条氏が頼朝の妻のお父さんの家ですよね、うんうんうん、この比企能員の娘をですね、若さの局って言うんですけど、うん、これをその頼朝の息子に嫁がせる、うん、まあ、息子って言ってさっきのあの頼家二代目将軍のことです、はい、に嫁がせて子供が生まれてるんですよ、うん、だからすごい有力な家になっていくんですよね、うん、はいはいはい、うん、源氏としても、まあ、頼朝の家としてもこの時はもう頼家なんだけど、うんうん、一つの家だけに権力を握らせてしまうと外戚化していくじゃないですか、うん、はいはいはい、だからそのバランス取ろうとしてるんでしょうね、うん、この比企氏と北条氏っていうのが御家人の中の二大巨頭みたいな感じで、うん、頼朝の家にすごく近い存在として、うん、まあ、あの力を振るっていくというのをやっていきます、うん、当然北条氏からするとなんか目の上の炭鉱部みたいな感じ、はいはい、ちょっとイライラするみたいなところがありますよね、うん、なるほど、はい、実際にこの後いろんなことが起こります、へ、はい、そして足立森永、野添義弘さんが演じてる足立森永ですね、うん、頼朝の流人時代から使えていた部下で比企の尼の長女の婿さんなんですね、うんうん、で、比企の尼から送られてると思われます、うん、はい、で頼朝が挙兵するまでなんか身辺の世話とかもして、挙兵した後もずっと頼朝に、うん、はい、信頼され続けたんですね、はいはい、そうです、めちゃくちゃ信頼されて絶対に裏切らない人として、うん、まあ、位置づけられてて、うんうん、この13人の中でもまあ筆頭って感じですね、筆頭か、まあ、なんか序列は北条に次ぐものだったとされるというふうに書いてる本もありますね、なるほど、っていう感じで非常に重要な最古さんの家来です、うん、はい、そして次が八田智家、はい、市原隼人さんが演じてる、うん、比較的最近出てきた人ですね、でも実際の参加してるのは結構昔から参加してまして、うん、すでに自称寿永の内乱の中で範頼軍に従って奥州合戦で活躍しているみたいな感じで参加して活躍している武将の一人という感じですね、はい、栃木の宇都宮市の出身、市っていうのはあのシティじゃなくて宇治の方ですね、うん、はい、そこの日立国、八田っていうところがあるらしいんですけど、今でもなんか茨城県に八田という地名があるらしいんですが、そこから八田っていうのをつけてるみたいですね、はい、元々宇都宮さんですねこの人、うん、
ここまでがあれだね、強い系、強い系、腕っぷし系がここまででした、うん、はいはいはい、武士の中の武士ですみたいな人たちですよね、はい、はい、ここからが、文官系になっていきます。はい、はい、大江の広元、うん、はい、頼朝の初期として、まあ、大活躍しますね、うん、はい、守護地頭の任命権みたいなのもらうじゃないですか、うんうん、あれの原案を考えてるのが大江の広元、うん、なるほど、だったと言われている。うーん、行政の実務能力を持って京都に人脈も持っていると。はいはい、政務処理を行う公文所や政所が設置されるとその長官となっていったと、うん、鎌倉幕府内での話ですね、うん、北条氏とも協調関係を保ちながら将軍の政治を補佐していったと。なるほど、という人ですね、うん、でこの人は今までも何回か出てきましたけど、やっぱりすごくこの人がいないとなんていうかな、うん、朝廷とも仲良くできないし、うん、実務能力もできないし儀式もできないし、ね、みたいな感じで、うん、めっちゃ重要な人物って感じになりますね、うん、ブレーンや、ブレーン、ブレーン、うん、ブレーンですね、はい、うん、次いきますよ。三好の安信、三好康信はですね、うん、頼朝が伊豆にいた頃、流人になってた頃に京都から月に3回手紙送ってくれてた人ですね、うん、この人はあの頼朝がなんとかなった後に頼朝のところに来て、あの徴用されます、うん、まあ恩がありますからね、うんうんうん、はい、恩に報いた感じになりますよね、うん、そこからまあずっと徴用される感じですね、はい、もう一人が中原の親吉、うん、青年期を相模国で過ごした、まあ、坂東の方で過ごして、はい、頼朝とは長年の知り合いであった人であると、うん、で成人後に上洛して京都で公卿、まあ、貴族の家来となっていたんですけれども、早い段階から頼朝にの手伝いをしていたらしいですね、うん、はい、でこの人も鎌倉に途中で行って、大江の広元と共に幕府への中枢になった。なぜならこの人は大江の広元のお兄さんだからですね。あのいろんな理由で名字違うけどお兄さんなんですね。なるほど、ややこしいけど、はい、はい、うん、あと文官で最後の人が二階堂幸政ですね、はい、行政って書いて幸政です、うん、もうそのためにめっちゃ行政するため行政するために生まれてきたみたいなそれ以外の仕事したら怒られるかな怒られるかな行政に行政させてるちょっとね、いいな幸政に、はい、はい、この人は1184年頃に幕府に合流してたそうなんで、うん、まあ、だからあの兵士を完全に倒す直前ぐらいに参加してやってる人ですね、はいはい、うん、朝廷で財政の仕事に関わってた経験から幕府でも財政の仕事に関わっていたそうです、うん、はい、政所が設置されると、まあ、次官で後には長官である別当となって、大江の広元の下で実務能力を発揮していたと、うん、まあ、部下みたいな感じなんだろうね、はいはい、はい、すいません、あのもう一人ね、あの武官系の人、はい、腕っぷし系を一人紹介してなかったんで、この人が足立東元ですね、はい、この人は武蔵の国を拠点とする足立氏の出身、うん、はい、修羅氏の一族とも言われるが、まあ、定かではないという、うん、もうみんなよくわかんないんだよね、もうね、なるね、はい、この人もね、なんていうかな、すげえ昔から家来だったらしい、なんなら平治の乱の前から家来だったらしいけど、ね、京都との縁もあって、その文字も書けるような人物であったというふうに言われてます、うんうんうん、はい、これで13人です。なるほど、この13人がみんなキーパーソンになっていったんですけれども、うんうん、頼朝の死後からこの13人の争いも始まります。へえ、そうなんよ、はい、なんかカリスマがなくなった後の組織って大変ですね。ねえ、うん、そうなのかな。もう頼朝死んだ瞬間からこの内乱が始まるんで、うん、それが次回、なるほど、この内乱が始まるところですね、うん、今日はちょっと紹介のところまで、はい、いや、まあやっぱたださすがにやっぱドラマ見てないとちょっと覚えられないですね一回じゃ、うん、まあまあでしょうね、はい、ストーリーの中でまた、ね、はい、あと覚える必要もないんだよね。なるほど、はい、うん、まあ、北条時政とか義時とかは知ってた方がいいけど、うん、なるほど、うん、はい、という感じですね、はい、わかりました、はい、はい、ということで、じゃあこの13人がどんなドラマを繰り広げるのかってことですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、